ほら、白いなんか綺麗にしたらいっぱい入るの。はい、今日は溝の口でした。1000円ぐらいしか使ってない。図書館でコピーですね。はぁ、あ、ちょっとじゃがいもとか食べようって。うん、ご飯もあるじゃん。ご飯少なめでお願いします。メジャーに行けんかったね。ダメだ。あ、どうも。本当？役者ないべ。岸和田いたことない。あ、ご飯少なめでお願いします。炊き込みご飯ですか？凝ってますね。このスープあります？まだ肉が美味しい。僕がなんか電車でやるとご飯が美味しくなるのかね。たぶん、バタバタ倒れるんだろうなってのは分かった。何やめあんた、うん、何そんな食べたとするのに。いや、これがいいよ、中華っぽくて、うん、すごいいいね、うん。
もうちょっと汁かけてますね。これ、汁かけて。あ、どうもどうも。おいしいね。うん。よくなれたね。まあ大したもんだよこの人。うん、無事に任期を待つ、任期を続けれる。女の人でもやっぱり小さい頃からのやっぱ育て方でね、ものすごいやっぱ変わるんだよ、ね。どうしてなんかお嬢様だろう。肉もないですか。肉はないですか、もう。肉はなんかもこれだけでやめてくださいよ。それだけでいい。ご飯があるよ、ご飯の炊き込みご飯が。あ、もういいです。ごちそうさまでした。必要だと。